さて、今日でね、あの、大変でした。東日本大震災から7年を迎えるんですね。まあ、ついこの間のような気がしますけれどもね、7年も経ってるんですね。でもね、震災に遭われた方はね、今でもね、その不自由な生活をしてらっしゃるんで、現在も続いてることでね、うん、ですからそういう方々も、 この場を借りてね改めてお気の毒にもねまた他界なさいました皆様その他多くの方々のご冥福をね心よりお祈りさせていただきたいと思います、えー、また今も本当に先ほど申しましたように不自由な生活をなさっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですねどうぞ心よりお見舞い申し上げますで 一年前のね、狂気と教訓は忘れてはいけないと思いますね。それは、あの、一般の方もそうですけれども、ことにね、あの、政治家とかね、メディアのマスコミの方々ですね。えー、やはりね、あの、スキャンダルとかね、なんとかその、人のね、嫌がることとか、ハイエナのようにね、嗅ぎ回ってね、あ,あの、人を不幸にするメディアのあり方もね、今ものすごくメディアの方に、 一般の方があの矛先をね向けてねまだ日本はねあの健康的な、ね、視聴者の方もたくさんいらっしゃるんだなと思いましたね,ねとにかく皆さんもねあの一般の方々もそういったところの声をね台にして声を上げていただきたいと思いますね。ほんと怒りと愚痴のお話で、まあ 罪滅ぼしというわけではございませんので,ですけどもね。えっ、ー、とね、美しい歌をね、聴いていただきたいと思います。これはね、シューベルトでございます。シューベルトの歌曲。本当にメロディーが美しくて優しい方だったんですね。まあ映画にもなって、そして失恋した方でね、繊細な方だったみたいですね。そのシューベルトの歌曲から、 いいいいてたいただきたいと思いますねおかげいたしますのはね有名なアアベママリアでございますでシューベルトは歌曲の帝王と呼ばれるほどたくさんの歌曲を作ったんですね「冬の旅」なんていうのは有名でございますね「えー、魔王」なんていうのもねあの素晴らしい歌い手が表現すると本当にねあの文学的な恐ろしさがねこちらへ伝わってまいりますよねね私もね昔ね。 中学生時代にね、故郷の長崎でね、皆さんの前で歌わせていただいたことがあるんですよ。アーベマリア、ヨーグフラウミル、エルヌレアイネル。なんてね、<laughs> 遠い昔でございますけれどもね、長崎に天主堂っていうかね、教会が、 あの古い曲があちこちにありますんでね。えー、ですから、この歌を私選んだんだと思うんですね。うん、では、えー、シューベルトのアフェマリアをね、聴いていただきたいと思います。歌い手はね、私が大好きな昔のソプラノでね、レナータ・テバレディという、日本にも来ましたよ。えー、マリオ・デル・マノッコという人とね、 あの、これがまたね、大天才の歌い手の、テノールの歌い手さんですけどね、なかなかハンサムでしたね。で、私が行った時にね、えっ、ー、と、隣に杉村春子さんがね、見えてましたね。で、まあ、勉強家でいらしたんでね、まあ、いろんなお話をさせていただいたことをね、思い出しますけど、その、アベマリアを歌ったレナーテ・テバルディ。で、この人はね、 トスカニーニというね、全盛期的なね、素晴らしい、あの、指揮者がおりましてね、なかなかお髭のね、ハンサムなおじいさんでしたけども、その方がね、天使の歌声だっていうふうに、絶賛していた歌い手さんです。まろやかでね、本当にあの、なんて言うんでしょうかね、あの、人を包み込むようなね、日本で言うとね、 えー、ちょっと近いんかなと夏川りみさんがね、ちょっと近いような柔らかい、芳醇な声ですね。それをもっとね、まろやかにね、えー、したような、そういう声がレナーテ・テ,テバルディースです。アベマリビアを歌うにはね、ふさわしいい方なんでね、聞いていただきたいと思います。 シューベルトの歌曲から、アベマリア、歌は、レナータ・テバルディでございました。